d n a を今期限りで戦力外となった大橋穂高外野手は、メキシカンリーグのアグアスカリエンテス・レールロードメイン入りすることが決まった。2021年育成ドラフト3位で入団。支配下をつかめなかったとはいえ、わずか2年での戦力外は、自身にとっても正直信じられないという出来事だった。10月2日の夜、スマートフォンが鳴った。 球団関係者からの電話は何の連絡かなって全然わからなくて。しかし、スーツで来て、と言われた瞬間にもしかしたらなと、と事態を察した。それでもまだ、どこかに希望を持っていた。でもやはり、翌3日に告げられたのは戦力外。現実を突きつけられ、思わず出た言葉は、そこに問題があるんですかだった、なんか、え みたいになっちゃって、悪いことがあったなら教えてほしいです、と。でもそうじゃないと言われたときに、ああそうか。俺、何もしてねえじゃん、って、と虚無感にかられた。一番は悔しさですね。まさか2年でクビになるとは思っていなかったです。しかも7月の終わりくらいから打撃でつかめたものがあって、自分の中でこれで来年勝負しよう。 春に絶対に支配下になって一軍で出てやるぞと思っていた。謎に根拠のある自信があったので、死が上にあったふん、余計にバーンと突き落とされた感じでした。寮の自室に戻ると、涙が溢れ、号泣しながら親に電話しました。それでも、その時には覚悟が決まっていた。こんなことでやめられない。もっと上に行って、もっと楽しく野球をするから、それまで待っていて、 と伝えると、両親は頑張ってと言葉をかけてくれた。ファンから SNS に届くメッセージも期待を裏切ってしまって本当に申し訳ないと見ることができなかった。ようやく目にできるようになったのは約1週間がたった頃励ましの声や温かい言葉に救われ、次のステージへの糧となった。2022年のオープン戦では1軍に帯同し、 横浜スタジアムでプレーした。3月3日の広島戦、ダイソーで登場するといきなり2投と3投を決めた。初打席でも安打を放つなど、2打数2安打に投塁。強烈なインパクトを残した一戦は、どの試合よりもめっちゃ鮮明に覚えています。今考えるとゾーンに入っている状態で、すべて自分の思い通りに動いた。 つま先から脳天までゾワーって鳥肌が立って、これはたまらないな、もっと味わいたいって思ってずっと頑張っていました、と大橋にとっても忘れられない瞬間だった。2年間を振り返り、ベイスターズというチームが本当に大好き。日本の野球を全く知らなかった僕ですけど、野球の文化というのを深く知ることができました。今考えると、 本当にあっという間でしたね、と感謝の言葉を口にする。22歳が次に選んだのは、メキシコでの挑戦。もちろんベイスターズでやり残したこともありますし、もっとやれたなというのもあります。でも、だからこそメキシコで、新天地で花を咲かせてやろうという気持ちに変わりました。持ち前の明るさと楽しむ力で、大橋は新たな道を切り開いて。